今週発売の女性週刊誌や総合週刊誌が、秋篠宮家の長女、真琴内親王と小室圭さんが、結婚する方向であると横並びで報じている。その内容は概ね、小室さんがマスコミに公表した文書は、彼の結婚宣言であり、真琴子様と小室さんの結婚の意思は固いことから、お二人のご意思を尊重する方向になるのではないかというものだ。ただし、宮内庁関係者には、小室さんから身を引いていただくことが望ましいという考えが少なくないという、母親と元婚約相手との金銭トラブルについて小室さんは、解決済み取り返してきたとする文書を公表したことについて、宮内庁の西村康彦次長は1月28日の定例会見で、小室家の問題でコメントする立場にない。特段の対応も考えていないと静観する姿勢を見せている。しかし、社会部記者は、内情は深刻だという。今上天皇陛下が今年4月30日にご退位し、皇太子様が5月1日に新天皇に即位されます。その後の皇位継承順位は、秋篠宮文仁が1位、悠仁親王が2位となります。つまり、真琴子様と小室さんが結婚した場合、小室さんは未来の天皇の義兄となるわけです。一般家庭でも、金銭トラブルを抱えているような方との結婚は避けたいでしょう。真琴様のお気持ちは大切ではありますが、お立場としてとても重いものだということなのです。真琴様のためとはいえ、もしお二人が結婚なさった場合、国民の税金のうち何億円かが小室家に渡るのだとすれば、国民がお二人に注視してしまうのは当然なの。